お二人さんの男ぶりが上がってる。ここからは機動性を重視した方がいいと思いまして。追い詰められた犯人側がどこでどんな行動に出るか分かりませんから。なるほど。それじゃおじさんも。忍法、早着替え。あ、パンツ履き忘れた。履き替える必要ないですよね。てめえらいい加減に。銃声。まずい。アーロン、モクマさん、一旦物陰。舞台裏がいい。こっちだ。この飛行船は我らが制圧した。死にたくなければおとなしくしろ。本物の銃、まさか。ハイジャック。騒ぐんじゃねえ。ハスマリーに着くまでじっとしてろ。ハスマリーって、あの紛争国に行くっていうの？嫌よ。いやか、そりゃちょうどいい。お前らがハスマリーに降りられるとは言ってねえんだ。その前に飛行船ごと撃ち落とされるだろうからな。バカな。頼む、三日倉島のショーを見ずには死ねない。ねえパパ、ショーを見られないの？約束したじゃん。こんなの認めない。大金をはたいたのに。騒ぐなっつってんだよ、この豚どもが。次は脅しじゃ済まねえぞ。頼む、アーロン、こらえてくれ。ここで暴れたら乗客が危ない。そんじゃとっととボス叩かせろや。どうぞどうぞ。急先鋒がいるってありがたいね。テロリストの目は客席に向いてる。このまま物陰を伝っていけばバレずに関係者フロアへ潜入できるよ。ただそんなにバカンスがしてえか、そんなにショーが見てえか。あの世でなら叶うだろうぜ。やっぱり木馬さんか僕、どっちかはここに残った方が良さそうですね。だよね。俺、決断したくない大人だから、ルークが決めてくれる？あ、わかりました。ここは潜入の方を起点に決めた方がいいだろう。貨物ルートと小ルート、どっちで潜入するのか。そしてそのルートに向いているのは木馬さんと僕、どっちなのか。はいよ、マロンと俺が潜入組ね。終わったら飲もうな、ルーク。はい、二人ともどうか無事で。行くぞ、おっさん。てめえら、そんなにバカンスしてんなら望みを叶えてやるよ。おい、そこの男、てめえだてめえ。今すぐステージに上がってショーをしろ。私のことか。私は会社員だ。ショーなんて乱射までのカウントだ。10 9 8 7。ちょっと待った。ショーなら僕にやらせてくれ。ああ、なんだてめえは。でたらめでもいい、歌でも踊りでも何だってやって時間を稼いでやる。アーロン、モクマさん、
潜入は任せたぞ。誰だお前ら。撃ち殺してやる。マロン、ロジック用のペンを使え。アーロン、マジック用の剣を使え。攻撃も転作も完璧。おっさん、畳みかけるぞ。クソ、クソども。クソはてめえだよ。こっちは鉄くずに乗ってるだけでヘドが出るってのに手間かけさせやがった。こう、これが起爆装置ってのは。なぜだ。この瓶が狙い目だったはずなのに。あの女がそう言ったのに。あの女、誰だっけ。おっさん、そこのでけえ銃も拾っとけ。はいよ、募集募集。操縦桿をこうかな。それともこう。うわっ、てめえ殺し気か。いや、俺忍者さんであってパイロットじゃないから。なんだこの揺れ。機長、ナイスタイミング。高度が下がっています。上昇してください。高度が下がっています。操縦桿がめちゃくちゃだ。直せ。出ないと殺す。俺も死ぬ。やるとも。あとはよろしくね、機長。逃がさねえぞ、あのゴミテロリストが。連絡だ。総員、船尾のハッチへ向かえ。飛行船から脱出する。了解。動くな。動けば撃つ。いっぺん行ってみたかったんだ。ちぃ。その子はおたくらの銃の犠牲になったんだ。これ以上何するつもりだい。ハッチまで、あっちまで行ければこっちのものだ。待ちやがっ、くそ、いつまで揺れんだよ。ハッチは船尾だ、急げ。ったく、どうなってやがる。あいつら、いなくなった。まさか、この飛行船落ちるんじゃ。状況が読めない、
この揺れは何だ。モクマさんとアーロンは無事なのか。とにかく犯人たちを追おう。ハッチを開く。恐怖に備えろ。パラシュートにライフジャケット。海に落ちたって死なねえよな。ちくしょう、ハスマリーまでもう少しだったのに。お前ら何をしてる。さっさと飛べ。モーゼ、なんでそんな女を担いでんだ。なんでだと。それはもちろん、わからない。ハッチが開いてる。どけ、奴らを逃がすな。もう遅い、全員止め。いけない、あの CA さんまで道連れに。え、さあ皆さん奏でましょう。重荷は下ろして軽やかに。どう？レミファソラシド。ただいま。おかえりなさい。ごめんルーク、ちょいと通してね。そこのカーペットに寝かせるから。おっさん、なんだ今の動き。忍者さんのスタントだよ。いいもの見たでしょ。いや、あれスタントってレベルじゃ。お、揺れが収まってる。機長が頑張ってくれたのかな。よかったね、お姫様。おい、その女とっくに死んでんだぞ。命張ってどうなるよ。でもさ、空の楽園のお姫様が地に落ちるってのはあんまりじゃない。モクマさん、だけど俺おかしなもの見た気がするんだよね。犯人たちみんなパラシュートを。え、なんで。いや、さすがに見間違いかな。アテンションプリーズ、皆様、機長のチャックです。当機はコントロールを取り戻し安定した飛行状態に入っています。業務連絡です。クルーたちは可能であれば現状報告をしてください。ハイジャック犯が機外へ脱出したこと、ちゃんと知らせた方がいいですね。そうだね、みんなまだ震えてるだろうから。おい、これで本当に終わりなんだろうな、この鉄くずのクズ展開は。そのはずだ。気になるのは機体の爆弾だけど、起爆装置はここにあるわけだし。爆弾など存在しませんよ、テロリストたちの脳内にしか。え？ん？いや、おじさんじゃないよ。いくら私でもゲス以外の命をむやみに消す趣味はありません。この声、そこから。おめでとうございます。あなた方は見事テストに合格なさいました。商品を差し上げましょう。お受け取りください。仮面の詐欺師チェズレイ・ニコルズ。
この私をね。気がしなかったよ。ハイジャックなんて遠い世界のことだと思ってた。みんな無事でよかった。あのさ、さっきアナウンスで言ってたわよね、勇気ある乗客の活躍で解決したって。本人が公表希望してないって話だったけど、もしかしてさ。あ、わかる、あそこの人でしょ。美しすぎる。女性たちは熱い眼差しで僕を見ている。はずもなく。あの人、今まで全然見かけなかったわよね。うん、いたら気づくよ、あんな美形。やっぱり裏でハイジャックを止めてくれてたんじゃ。逆だよ、止めてたどころかこの男は。百面相なんですね、ルーク・ウィリアムズ。よろしければ私の通りがお譲りしましょうか。仮面の詐欺師、世界的に有名な犯罪者。その名の通り、あまたの仮面を持つ変装の達人で、人身捜査にも秀でるらしい。マフィアの幹部を殺し合わせたとか、大国の軍隊を中から壊滅させたとか、様々な逸話がある。一種都市伝説的な悪党なので、実在を疑う者も多いのだが。変装と人身操作の達人か。あの後僕はハイジャックの終結を知らせに機長の元へ行き、殺された CA が配属間もない新人で、機長とも仕事上の関係しかなかったことを知った。機長は乗客の精神面を考慮し、着陸までは CA の死を伏せるようクルーたちに指示したそうだ。当の CA は涼しい顔で、というか全く違う顔をしてここにいるわけだけど、チェズレーって言ったよな。今回の事件は君が仕組んだってことなのか。いえ、ハイジャック自体はあのテロリスト集団の作品ですよ。私は少し編曲をさせていただいたまで。あなたと相棒殿のお力を試すのにちょうど良い機会でしたのでね。いけすかねえやつだな。何が狙いだ。あの、抑えてくれ、また騒ぎになる。怪盗ビースト。こいつ、アーロンの正体よ。直情型だが、確かに非凡な力がある。彼がいるのですし、ハイジャックごとき解決してみせるだろうと思っていました。もしできなければ。できなければ。消えてもらっていたよ、若いの。これ式の事態にも対処できんやつら。ディスカードを暴く上で邪魔になるだけだ。あ、若いの、いいか、一日でも長く生きたければ看守に逆らうんじゃない。どういう、刑務所にいた老人、あれも君だったっていうのか。なぜ。あの頃からテストは始まっていたとだけ申し上げておきます。同じ標的を追う者同士、これからは親しく激しく交わりましょうね。
殺せ。待てって。ジェズレ、僕たちの力を試して何になるんだ。同じ標的っていうのは。もちろんディスカードです。あなた方追っているのでしょ。私もなんですよ。私には仇がいましてね。そのものがどうやらディスカードに属しているらしいのです。私の目的はディスカードをぐちゃぐちゃにすりつぶして仇をおびき出すこと。つまりあなた方とは同志というわけです。ふざけ詐欺師が。お言葉ですが、怪盗殿、詐欺師であればこそ野暮な嘘はつかぬもの。そうナーバスにならずともよろしいじゃありませんか。あなた方は危機を乗り越え、予定通り三神楽島に乗り込めるのですから。むしろ予定を崩されたのは私の方なのですよ。何？本来なら今頃は空へエスケープしているはずでした。この先もあなた方には直に接触せず遠くから利用するつもりでいましたので。けれどね。けれどあなた方は私をここへ引き戻した。この私に仮面を取らせたのですよ。この男実はものすごく怒ってたりしないか。かくなる上はあなた方にこの身を捧げると決めました。私を傷者にした責任取ってくださいますよね。いや、あのジェズレを傷者にした、もとい飛行船に引き戻したのは僕たちというより。なんかあれだね、いろいろあるんだね三人とも。まあ飲もうよ。 CA さんにボトルもらったんだよ。もくまさん。なあお前さ、素顔もえらい美人なんだね。見つめられると上手におしゃべりできない。それはそれは恐れ入ります。アテンションプリーズ、皆様、進行方向右側に三神楽島が見えてまいりました。当機は約10分後に着陸態勢に入ります。お手洗いや機内販売のご利用はどうぞ今のうちに。おお、ほんとだ、見えたぞ。あれが三神楽島、すっげえ、キラッキラ。ヌークも見といてよ、三神楽初めてなんでしょ。あ、はい、でも私のことでしたらご心配なく、いい子にして待っていますよ。今や爪の先から骨の髄まであなた方のものですので。だからうさんくせんだよてめえはよ。アーロン、今後のためにも一緒に見てこよう。モクモさん、すぐ戻ります。おい、こら引っ張んじゃねえ。面白いコンビだよね、デコボコでさ。ええ、お前も飲むかい。結構上等よこれ。木馬さん、え、先ほどはわざわざ空まで迎えに来ていただいてご足労をおかけしました。やだ、あの、あんなんでよかったらいつでもいくらでも。空中であなたが私を抱いた時にね。その言い方ドキドキしちゃうね。あなたの体から冥府の音楽が聞こえましたよ。
もしかしてあのまま落ちて死んでしまいたかった？どうかね。ま、お姫様と真珠ってのはちょいとロマンがあるよね。ブラックシャッ！いやーすまん、ぶっかけちまった。福物福物。ああ、来たならし。あんなに脈を乱して、来たならしいリズムだ。ハロー！見えるかあれ。見えるに決まってんだろ。何気取ってやがる。いや、だってこれは予想以上に。予想以上に綺麗だぞ。これが三日村島。なんて光景だ。極東の宝石箱と言われるのもうなずける。こんな美しい島が犯罪組織のディスカードの巣なのか。本当に道義、惑わされんじゃねえぞ。アロン、光が強けりゃ強えほど影も濃くなるもんだ。ウジどもはあの光を隠れ蓑にしてやがんだよ。引っぺがして見つけ出すぞ。アラナを救う方法も、てめえの親父が死んだ理由も。ああ、そうだ。眩しい光の中でもしっかり目を凝らさなきゃいけない。僕たちはディスカードを、真実を暴きに行くんだ。あの三日倉島へ。